違う、俺だ。お前のことを探っている奴がいるぜ。この伝言を聞いたら連絡をくれ。何か分かったか？上出来だ。そいつはシガとつながりがある。警戒されると厄介だぜ。どうする？すぐに奴の居所を知る必要があるな。エリカ、30秒ちょうだい。お前の仕込んだハチドリちゃんを経由して通信相手、つまりシガの位置情報を割り出してんのさ。通信記録から逆探知をかけて相手の端末情報を拾って。見つけたよ。そのエリアの最奥にいる。ご覧の通り。早いだろ。解析処理に関しちゃお嬢が一番さ。やつは近い。落ち合って追い詰めるぞ。俺も行こっか。いや、二人で十分だ。じゃあ俺とお嬢は高みの見物だな。頑張れよ。そこで待機してろ。すぐ行く。お兄ちゃんがいるからって油断しちゃダメだよ。別に心配してるわけじゃないけど、気を抜かないこと。あとお兄ちゃんの言うことちゃんと聞きなよ。あと私がこういうこと言ったってお兄ちゃんと千歳には言わないでよね。なんか恥ずかしいから。お嬢、俺たちまだ通信切ってないけど。わざわざ言うな、バカ。いるの分かってたの？珍しいな、お嬢のこんなドジ。お前がチームに来たら面白くなりそうだ。期待してるぜ、未来の変人くん。そこで待ってろ。私は君のアカウントを買ったとおぼしき人物を知っている。その男の名は志賀陽次。アカウントを取り返したいのなら奴を当たってみるといい。なぜこんなことを君に伝えるか、話は簡単だ。私はエデンで起こる蛮行を許さない。私はエデンの守護者なのだよ。これは一種の人助けだ。信じる信じないは君の自由だがね。本当にやるのか？ハッカーを、犯罪者を捕まえるなんて俺には賛成できないよ。その K ってやつもハッカーなんだろ？
もしお前に何かあったら。なあ、お前がハッカーじゃないってことは、誰よりも親友の俺が一番分かってる。それじゃあダメなのか。本気みたいだな。それなら止めないよ。でも俺にも協力させてくれよな。クーロンって知ってるだろ。ハッカーのたまり場になってるエデンの廃棄エリアさ。そこに闇マーケットって言われる場所があるってネットで見たことがあるんだ。闇マーケットではいろんなハッカーたちが集まって情報交換をしているらしい。そこに行けばそのシガってやつの情報が得られるかもしれない。どうだ、一緒に探ってみないか。おい、そこのモブ顔。お前だよ、お前。お前しかいねえだろうが。モブ顔の自覚なしかよ。お前、マーケットは初めてか？そんなとこだろうと思ったぜ。おのぼりさんって感じだもんな。聞きたいことがあるって？そうだな、買ってくれるんなら答えてやらないこともねえな。何を買うって、そりゃもちろんデジモンだよ。それ以外何があるって言うんだ。ここはデジタルモンスターを売買するマーケットだぜ。その売人である俺に物を尋ねるなら金を落としていくのが筋ってもんだろうが、そんなことも知らないで来たってことはお前新米だな。多いんだよな、お前みたいなやつ。そういや最近デジモンキャプチャーをばらまいているハッカーがいるって噂を聞いたな。どうせお前もそいつからわけもわからずキャプチャーをもらった口だろ。ここからかよ。まったく仕方ねえな。デジタルモンスター、通称デジモン、俺たちハッカーが扱うハッキングプログラムだ。誰が作ったんだか
何年か前からこいつらがエデンに現れるようになった。ハッカーはそいつらを捕まえてハッキングツールとして利用してるってわけだ。珍しいデジモンは高く売れるからこうして商売にもなるってわけさ。一世代前のハッカーはデジモンを使わず独自のツールでハッキングしていたらしいが、今時そんなめんどくさいことをするやつはただの物好きだけさ。デジモンキャプチャーっていうのは、まあ簡単に言えばデジモンを手に入れるための便利なツールってところだ。デジモンプログラムを見つけたらまずはスキャンで解析データを手に入れる。キャプチャーは無制限にこの機能が使用可能だ。だがこれだけじゃデジモンは使えねえ。その後手に入れた解析データをコンバートする必要がある。コンバートでデジモンプログラムを電脳空間に実体化させ初めてデジモンを使うことができるようになるってわけだ。間違えるなよ、コンバートを実行する機能はデジモンキャプチャーにはついてねえ。その技術はハッカーが自分自身で編み出す必要がある。でけえチームはハッカーの暴走を抑制するためにこの技術が広がるのを制限してんのさ。ま、てめえでできなきゃどっかのハッカーチームにでも入って教えおこんだな。さてこんだけ教えてやったんだ、当然何か買っていってくれるんだろ。で、いくら出せるんだ。お前ふざけてんのか、それじゃ一体だって買えねえよ。それか、それは廃棄品だ、売り物じゃないぜ。長いこと買い手がつかなかった奴らでよ、容量がもったいないから削除しちまうのさ。ま、新米にはお似合いかもな。あんなんでいいならさっきの値段で一匹くらい売ってやるぜ。そいつにするのか。じゃ、デジモンキャプチャーを出しな。落としてやるからよ。ん？なんだ？はあ？なんでそんなことをお前に言われなきゃなんねんだよ。ここのやり方にケチつける気か？あ？素人が。ちょっと優しくしてやったら調子に乗りやがって。なんだお前、よく見たらデジモンキャプチャー持ってねえじゃねえか。冷やかしかよ、これじゃ一問の得にもなりゃしねえ。余裕しゃくしゃくかこら。ずいぶん舐めた真似してくれるじゃねえか。あ、頭にきたぜ、ちょっと痛い目見てもらおうか。デジモンも持たずにこんなところまで来た自分の浅はかさを恨みな。何の騒ぎだ。見ればこいつどう見ても仇のガキじゃねえか。東城相手にデジモンで喧嘩か。そいつはどうも大人げねえな。口を挟むんじゃねえ。こいつが
廃棄品の扱いにイチャモンつけやがったんだ。廃棄品？面白い。ここは俺が仕切らせてもらうぜ。はあ？お前、いきなり出てきて何言ってやがる。デジモンキャプチャーだ。やるよ。それがなきゃ始まらねえからな。ハッカー同士の喧嘩ってやつは。何をビビってやがる。俺たちハッカーが揉めたら、解決する方法は一つ。デジモンを使ったバトルだ。ここでハッカーの縄張りであるこの空論で誰かに喧嘩を吹っかけるってのはそういうことだ。このやり方が不満なら出ていけ。どうせ何も知らずに紛れ込んだんだろう。逃げても攻めやしねえよ。こいつにも手出しはさせねえ。だが逃げるならデジモンのことは諦めるな。どうする？お前が決めろ。肩気にしちゃいい度胸だ。お前と戦いたいとよ。スキャンもコンバートもしてないプログラムに懐かれるなんて妙なこともあるもんだ。だがこれで手間が省けた。あとはおい、あんた調停役じゃないのかよ。数を合わせないと不公平ってもんだ。これで条件は互角だ。始めようぜ。ハック開始だ。どう？上出来だ。勝負はついたな。ハッカーならバトルの勝敗に従え、勝った方の主張を通す。いいな。余計なことしやがって。何なんだよお前。どこのチームのハッカーだ。おい、やめろ。そいつは三島隆二だ。三島って、いや、あの、すまない隆二、こいつあんたの顔を知らなかったんだ。俺たちマーケットはザクソンやあんたたちと敵対する気はない。構わねえよ。俺は水郷で手を貸しただけだ。この件はこれでしまいだ。いいな。ああ。お前もだ。今回は手を貸してやったが、よその縄張りを荒らしてしのぎの邪魔をするんじゃねえ。どんなもんであれ、しのぎはしのぎだ。クーロンはこういう奴らの存在で成り立っている。それを手前勝手な正義感で荒らすのは野暮ってもんだ。わかりゃいい。
騒がせて悪かったな。お前も来い。いいのか？逃がしちまった。そいつはお前に懐いちまったみてえだな。使ってやれよ。これも何かの縁ってやつだ。で、デジモンも持たずにあんなところで何をしていた？なるほどな。それでお前はてめえのアカウントを買ったハッカー志賀陽次を追ってあんなところに来ていたわけか。大層ご立派だと言いたいところだが無謀だな。エデンは世界でも最先端の技術力で作られた仮想空間なんだぞ。つまり志賀陽次は凄腕のハッカーってことだ。お前が追っている相手はトップクラスの技術者すら欺く国際レベルのサイバーテロの犯罪者ってことだ。カタギのガキが一人でどうこうできる相手じゃねえ。諦めるんだな。普通の生活に戻れ。面倒なガキだな。だが、悪くねえ。実はな、志賀陽次は俺の獲物でもあるんだ。俺は便利屋だ。ある筋から奴の調査を依頼されている。エデンのハッカーは志賀のようなクズばかりじゃねえってことさ。俺たちも、俺たちの依頼人もな。お前、俺と一緒に来るか？うちに入れてやってもいい。もちろん、実力は見せてもらうが。だが、よく考えろ。俺と組むということは、お前自身もハッカーになるということだ。てめえの面に唾を吐いた奴らと同じものに、てめえもならなきゃいけねえ。偉そうに言っちゃいるが、ハッカーってのは集まるところ、同じ穴のムジナだからな。もしそこまでの覚悟があるなら、てめえのメンツを潰された借りをてめえで返したいと思うなら、
俺たちが。ハッカーチームフーディエが力を貸してやる。どうする？よく言った。情報収集はまずまずだな。だが、肝心なのはここからだ。行くぞ。志賀はこの奥だ。